はい、録画開始しました。全画面と画面共有ですね。共有。これで共有されたかなあはい、えー、っと。 今日はですね、えー、このような内容で、共振期と同波炉という内容でお話ししたいと思います。<laughs> 第11回目になるんですかね。えっと、残りあとも,今日,も今日含めて4回ですけども、それでですね、えーっとまあ、今日まず最初に完全動体による電磁波の反射ということで、今までは動体じゃなくて、有電体界面 有電体界面でどういうことが起こるか反射とか等過っていう話をしてきたんですけども今日はですね、えー、動体解明、まあ、自由空間と動体とか、まあ、有電体と動体とか一方が動体の場合にどうなるかという話です <laughs> それでまず完全動体っていうのをパーフェクトコンダクター完全動体っていうのは、まあ、どういうことか、まあ、あのちゃんと定義しようとしたらシグマ導電率が無限大ですよね まあ、抵抗率がゼロというか、導電率が無限大の、えーまあ、導体、まあ、多分金属だと思うんですけども、金属の、えーまあ、そういうものを完全導体って言ってますね。その表面における電磁波の境界条件ってどうなりますかという話から始めてい,っていきますで。まず完全導体というのは、先ほど言いましたようにシグマイコール無限大、導電率が無限大ですね。 で抵抗がゼロ抵抗率がゼロという。で関連動体つまりシグマイコール無限大といった時にまあ電解がゼロであるっていうことは等価なんですよね。なぜかというと、まあ、こういうオームの法則電磁気学でえ出てくる一般化されたオームの法則っていうのが、まあ、こういうふうに表されるって前言いましたよね。でこれでシグマが無限大ということは E がゼロでなければ電流が 発散しちゃいますよね無限大の電流が流がれるでそれは論理的にありえないんで完全動態シグマイコール無限大ということはもうそ,のそういう完全動態の中では電波電解がゼロでなければな,ならないということですで電波の接線成分が0というのこれは有電体の時にあのやりましたけどここにまあこっから下がこの線,この,線この面から下が完全動態でこの面から上がいわゆる まあ真空、自由空間でもいい、真空でもいいし、まあ、油電体でもいいですけども、そういう界面があったとして、で、こういう条件が成り立っている、この電波の接線成分が、この連続、上と下でつながらないとダメなんで、そう考えると、まあ、この絵のようにですね、電,電波はですね、まあ、自由空間では存在してるんですけども、ここに触った瞬間に、もうゼロになら,ならざる、この接線成分に関して言えばですね、ゼロにならざるを得ないで、 この電波の接線成分を書くとこんな絵のように、例えばですね、こんな絵のようになるはずですね、この海面での電波の接線成分、海面に接線成分 ET というのは0である必要があると。一方ですね、接線成分は0なんだけども、じゃあ,あの垂直成分ですね、法線成分はどうなのかというとですね、まあ、例えばこの完全導体があって、ここに表面に電荷があるような。 表面電気があるような場合。で、胴体の中ではゼロなんだけども、胴体の中ではゼロなんだけども、表面にここに電波があるとですね、こっち側にどっちかに出てこないとだめですよね。そういう場合には、ゼロとはならない。で、電波の放線成分は必ずしも、ゼロである場合もある,しあるけども、必ずしもゼロではないと。で、これを理解するためには、あのここに、えー、高さ無限小,無限小の 微小円値を考えて、ここでガウスの法則適用してやればわかると思いますけども、前にやったと同じ、海面でやりましたよね、ガウスの法則適用してやって、で電気力線はどっちかに出ないとダメですね。ここ内部に電解があるんで、電気力線は上か下に出,出るはずです。でも下は電解ゼロなんで出られない。で、側面はこれ高さは無限小だから、まああり、ないですよね。そうすると上に出るしかないということで、中に電荷があるんだったら、まあこういう。 電気力線が出るということは、この電波の放線成分は必ずしもゼロではないということですね。で、完全導体の中では E がゼロということはローテ、E の回転、ローテーションもゼロですよね。電波が,電波がゼロであれば、そのローテーションも渦も当然ゼロであると。そうすると、これは。 パラデのレンジ誘導の法則からローテーション、e、イコールマイナスラウンドビラウンド t ですから、えー、と磁場が時間的に変化してはいけませんよと磁場,磁場が時間的に変化するようないわゆる変動磁場というふうに交流磁場とか変動磁場とか言ってますけどそういうのはき、えー、完全動体の中にはありえないでもまあ直流磁場、まあ、いわゆる静磁場ですね直流磁場とか静磁場というこれは 必ずしもこれを満たしてますので、これゼロでも変動しないわけですから、直流磁場はあってもいいということで、まあ、完全胴体のまずこの接線方向の成分に関しては、まあ、表面にまあで例えば電流が流れているという場合が、表面電流があった場合、この接線成分は必ずしも、えー、磁場のですね磁場の接線成分は必ずしもゼロとは限らないと。まあこういうい 海面を取り囲む長方形をですね、高さは無限小の長方形を考えてですね、アンペールマクセルの法則を適用してやれば、それが分かると思います。あの、この1周してですね、1周したのがこの中の電流になるんで、こちらは、この接線成分が必ずしもゼロにはあのならなくてもいいと。じゃあ、B のですね、海、えー、面に 垂直ですね放線成分はどうかと。で、これはですね、放、えー、線成分はですね連続でしたよね。B の放線成分が連続でしたから、この中で変動磁場がないということは、当然この上の連続にならないとダメなんで、この界面の直上でも B は0でなければならないと。ただし、ここに言ったように、政治場は0とは限らないんで、政治場とは0と限らないんで、政治場はとは限らないんで、 あの上に突き,抜け突き抜けていくこともある、あ,あり得るということですねで。こういう境界条件が成り立ちます。政治場に対しては必ずしもゼロでない。で政治場に対して、もしもゼロというのはです、ね、あ,のあるんですね。政治場に対してもゼロというのは超電導体ですね。超電導はで同じようにであの電気抵抗ゼロです、ね、まあ、電率無限大なんですけども。 超伝導はマイスナー効果っていうのがあって、磁場を完全に中から排除します。それ、政磁場であってもあの、マイスナー効果ってあって、その超伝導体の中には入り込めないんで、完全導体と超伝導体との本質的な違いは、どちらも完全導体も超伝導体も、これは成り立ってますね。導電率は無限大、つまり抵抗率はゼロなんだけども、決定的な違いは、ですねこの完全導体といった時には、 こういう論理で導くと、政治場はゼロとならなくてもいい。ところが、超伝導はまたメカニズムが違って、ですね超伝導はこれもゼロとなるという、マイスナー交換に,によって、ですね中の磁場まで、政治場まで排除されてしまうと。だからそれでじゃあの磁石がちゃんと浮くんですけどね、あのリニアモーターカーとかいうのがそうですね。まあちょっと超伝導体は置いといて、まあ、完全導体で。 ここではちょっと超伝導体はまあちょっと扱わなくて、まあ、完全導体でいい,いいんですけども、まあ、どっちいずれにしてもです、ね、電磁波といった時には電磁波は交流磁場ですね電磁波というのは波で波動ですからある周波数各周波数をオメガで振動しているのを電磁波ですね直流の政治場の政治場なんかは電磁波とは言いますね電磁場ではあるんですけど 静磁場とか静電界というのは電磁場だけども、電磁波とは言いますね。波というのはあの時間的にある核周波数、オメガで振動するものを波と言って、ね、電磁波と言ったときには、えー、こうであってはいけなくて、こう,こうですね。ということは、ですね変動,磁場変動磁場も電波も、えー、金属、この完全導体の中には侵入できない。 ということは侵入できないということはどうかというと、ここにぶち当たったものは全反射されるしかないですよね。完全導体の表面に当たった電磁、えー、電磁波は全反射されるというのがこの 1, 1枚のスライドの論理考察からあの導かれるわけですね。はい、でじゃあそういうそれを扱ってみましょうっていくっていく。今度はですね、ちょっとあのくるっと90度回してですね、こういうふうに座標を取ります。 えっと、上下方向に X、上の方向にプラス X、右方向に Z と。まあ、y 方向はこの紙面に垂直方向ですけどもで、この Z が正の領域が完全動態で、シグマイコール無限大の完全動態で、えー、満たされていると。負の領域はいわゆる倍質 Z と書いてある、まあ、油電体かな。で、そういう状態に、そういう界面に垂直にですね、左から右方向、つまり。 完全胴体にりぶつかる方向で入射波があってでさっき言ったように完全導体には入り込めないんでまあ、全部反射されるわけですね全反射ですねでそういうのをちょっと扱ってみや見ましょうとで Z が負の領域を固有インピーダンス Z の倍数が占めてで Z イコール0の平面を境にしてえ負の領域 Z, Z が正の領域の完全動態と接していると、こちら完全動態。そこに X 方向に電波ベクトル、電波ベクトルが今 X 方向、プラス X 方向に電波ベクトルを有する、各周波数オメガの制限、発生限的に振動する電磁波が、えー、こちらから垂直に入射する場合を考えると。倍数内には入射波と、右に行く入射波と左に行く波 反射波が存在して、その干渉に二2つの波の干渉によって、いわゆる低在波が生じている。低在波っていうのは、進行する波と戻ってくる波が、2つの波が干渉すると、低在波っていうのができます。まあ、2つの進行、反対方向に、互いに反対方向に進行する波があると、その干渉によって、低在波、スタンディングウェーブっていうのが起きます。で入射波の電波ベクトルを、このプラス X 方向、磁場はですね、 プラス Y 方向に定義しますで反射波はですね電波はプラス X 方向だけども反射波ってこっちに行くんで左の方に行くんで、えー、この定義だと電波方向どちらも上に向きに定義プラス X 方向に、えー、定義すると反射波の磁場ベクトルはマイナス Y 方向になりますよねもしこれ定義次第ですからもしこの反射波の電波をマイナス X 方向下向きの矢印に取ると 電磁場ベクトルはこちら向きで上と同じですね、反射波も。定義次第でこの,あの関係この場合は電波を揃えたですね電波、入射波と反射波で電波の向きを同じ X 方向に定義して、この反射係数を。だから反射係数っていったときには、この定義の反射波をどう取るかということに、あの定義によってプラスにもなったり、マイナスにもなったりするんで、<laughs> まあそれ、レポートで経験したかと思いますけど。 あのマイナスになってる人は全部チェックしましたけども <laughs> まあそうするとですねでこの倍数 Z の中の電波っていうのは入射波と反射波これが入射波ですねインシデントウェーブとインシデントっていうもので I でリフレクションということで R をつけてますけども電波は X 成分です X 方向ですからこれが入射波の 電解反射波の電解。その重ね合わせですね。で、入射波の振幅と反射波の振幅、どちらもプラス方向ですけども、この位相の部分が変わってくる。これ入射波は、えー、プラス Z 方向に行くんで、ここがマイナス。反射波はマイナス Z 方向に行くんで、ここがプラスになってこれが電波波だから、えー、バイス Z の中ではこの入射波と反射波が重なる。一方、磁場の方もですね、この2つの磁場、場この磁場とこの磁場が。 重なってるんでこれ向きが逆ですよねこちらとこちらで足し、えー、まあベクトル的には足すんですけども、これ向きが逆ですから引き算になりますね。ここ間違いないようにですね。で、あとはこので大きさはインピーダンスで割ってやれば、電波をですね、インピーダンスで割って、このバイス Z って書いて、これがインピーダンスですから、それを割ってやればいいです。で、あと進行波はさっきと同じようにプラス Z 方向なんで、ここがオメガ T マイナス KZ。一方、反射波は、 マイナス Z 方向、左向きに行くんで、ここはプラスになりますと。で、こういうふうに <laughs> 表すことができますね。入社波の電んこの倍数 Z の中での入社波の電波と、えー、あ定在入射波と反射波と重ね合わせ、まあいわゆるこれ、定済波ということですけど、定済波の電波磁場ってこう表されます。まあ、ここに注意してくださいということです。で、まあ、この K はですね、えー 波数,波数ですけれども、電磁波の波数ですけれども、こういうふうに、倍質 z のインピーダンスが、あインピーダンスっていうか、誘、えー、電率がイプロンで、当時率が μ だとすると、各周波数ガでこういうふうに表されます。で、完全動態中での、このこ,こで透過波はもう存在しないで、完全動態中への透過波は存在しないため、動態,動態表面で z イコールゼロここで e, e の x 成分はゼロになるんですよね。ですから この E の X が0の点ですね。E が X が0の点では0。こういう境界条件ですね。界面での接線成分。したがって倍出中での電磁場というのは、この X が、えー、したがって倍出中での電磁場というのは、こういうふうに、まあ、書くことができますね。まあ、ここで、こういう関係が成り立っているんで、こういう関係が成り立っているんで、あの、 この,この大きさとこの大きさっていうのは互いに等しいですよね。これ,これ,これイコール、符号が逆ですね。これとこれは大きさが等しくて符号、この関係から。入社派の振、えー、幅と反射派の振幅は、符号は逆になりますけども、えー、大きさは、これ磁場の方も同じですね、これと。 これと比べてみれば。で、これは、あの三角、おなじみの三角関数の加法定理で、こういうふうに2つの項は、こう1つにまとめられます。sin ωt、sin kz っていう、こういう、時間的には sin ωt で振動してるんですけども、この空間的には sin kz で、こうやっぱり振動する。こういうの、これが定在波だっていう縁ですね。これが定在。で、同じように、磁場の,の方もこういうふうに。 表されますでこれ時間的にこれ振動してますよね。時間的にサインと構成で電波の方はサインオメガ T、地場の方はコサインオメガ T。これをちょっと視覚的に表すとこういうふうになります。でこれは時間的にはサインオメガ T で振動してるんで、まあ、ある一定を止まってみると、ですね例え,ば例えばですねここに止まってみると、このあでまずです、ね、この太い黒い線がですね太い黒い黒線が入手波です。で入射波はこれ今 右に行きますよね進行波ここが界面です。Z イコールゼロの界面で、ここから右は、ここから右は、えー、動体。ですから、入り込むことができ、電解は入り込むことができません。動体なんで。ちょっとこれ、うっすら見えますけども、まあ、ちょっとまあ見えるようにして、ちょっと半透明にしてますけど、本来はこっち入,り入っていいよ。入れません。でつまり、進行波はですね、ずーっと行って、ここで切れてますね。ここで進行波。一方この 細い実質線、黒の細い実質線は反射波なんで、右にあ、左に戻ってきてますよね。左に戻ってきます。その入射波と反射波の重ね合わせたものが、この赤い線、定在波なんですよね。このこれとこれを重ね合わせた、足し合わせただけです。そうするとですね、例えばこの定在波はですね、ここでピン止めされてますよね。完全、えっと、単面では電解ゼロになってるっていう境界上。それはこの 見れば分かりますねで逆にこのポイントですね、このポイントで見ると、えっと、あ,あと、ここもピン止めされてますね、こう,こういうところは、ですね経済波の節ですね、こういうポイントは、まあ、経済、動いてませんよね、時間的にもですね、ここ止め、ピン止めされてますよね、でこれ、経済波の節の位置、で、経済波の腹の位置っていうのは、逆にそこからずれた、節からえずれた位置、ここはですね、一番大きく。 振動してますここはいわゆる定済波の腹ですね。ここ,この位置もですね。定済波の腹。まあ、こういうふうにスタンディングウェイ、定罪波はですね、ちょっと視覚的に見ると分かりやすいと思います。でこ,こ,この点でゼロこういう条件が満たされているんで、海面では入射と反射の電解振幅は互いに符号が逆で同じ値ですから足すと0になりますよという。で電波の 電のこれ今、電波で見てるんですけど、電波の節の位置というのは、ちょうどこういう条件、z がですね、こういう条件を満たす位置に節が現れる。まあ、こういうところですね。で、それ、その位置というのは、z が、k 分の nπ、つまり、2分のラムダの整数倍ですね。まあ、自然数倍か。n イコール0のポイントっていうのは、ここですね、z イコール0って。 あと、n が1のとき、2分のラムナの1、n が2で、えー、ラムナの1とかですね。えーまあ、そういうふうに、えー、周期的に現れる。一方、腹の1は、そこから2分の π だけずれたところに腹の1が現れますよと。電波の腹というのは、こういうふうに、まあ、n 自然数を使ってこう表されますよと。これが電波ですで。次に磁場。これ磁場。磁場、ちょっと。 がありますよこれ次のスライドが磁場。磁場はですね、まあ、同じこの黒の太い線は入射波左、右に流れていってますよね。で、細い線は反射波だから左に流れていってます。その重ね合わせたものがこの赤の低在波ですけども、さっきと違うのは、この、えー、z イコール0のいわゆる胴体の界面、この反射端でですね、低在波は大きく波打ってますね。時間的に一番大きく 振動してつまりここが腹の位置です。これが腹の位置になっていますで。地盤に対してはですね、えー、この界面が腹です。そこから2分の、えー、ラムダ、2, 2分の π ずれたところに節の位置があると。ここではピン止めされてますから、ここがプリンで、まあこういう、この胴体の界面では、まあこういう条件がな成り立っているんで、えー、入社波の振幅と。 入社波と反射波はですね、のこ,のここの問いでは一緒ですよね。入社波と反射波は一緒に動いてますよね。同じ符号で同じ値ですということですね。で、磁場の腹の位置っていうのはこういう位置にえ与えられるんで、この節の位置は Z がこういうポジションに、あの、節が現れると。で、一方、腹はそこから、で、磁場の腹の位置っていうのはそこから2分の ラムダずれた位置に現れますよということですね。でちなみにこれが自由空間での1八をですね。これが、これが自由あ進行波に対するラムダになりますね。定在波でいうと、この、え腹、ーえー、と腹の位置の、ここ腹の位置ですね。ここも腹の位置ね。ちょうど腹と腹の位置の2倍ですね。あるいは節と節の位置の。 2倍と言ってもいいです。だから自由空間での,あの波長に比べて、見かけ上半分の波長になるんですね、見かけ上はですね。はい、ということで、これ、まあ、こういうふうに、えー、とビジュアルにやると分かりやすいですよね。お分かりいただけますかね。これって別に電,あの電,磁電気回路でもやってて、ちょっと記憶に新しいと思いますけど、電装線路の場合。 電、えー、送線路の場合、やりましたよね、半年前に。で、電、えー、送線路の場合の受電端を短絡した場合、ここをショートした場合、つまりここでは電,解あ電圧がゼロになるんで、それと同じですね、ここが完全動態、先ほどの完全動態の場合っていうのは、この電送線路の場合、受電端を短絡した場合に、えー、一致してます。で、その時のこの線路上での電圧と電流っていうのは、 ここういういうに表されれましたこれはやっぱり定波ですね時間的には電解はコサインオメガ t だし電流これがまあ磁場に電波磁場に相当しているんですけどもこちらはサインオメガ t にあと空間的にはンベー β z コンベー β z っていう関係ででここ自伝端を短絡するとまずですね定在波が電圧と電流を見てやるとある瞬間電圧はこうで電流はもう0ですねある瞬間。 で次の瞬間、これはオメガ T が0のとき、このオメガ T が0のときはこうですね、えー。オメガ T が0だとサインが0なんで、電流は0ですよね。こここサインが0、ここ0になっちゃうんで、電流はこの瞬間は0ですで。次の瞬間、オメガ T が4分の π のとき、オメガ T が4分の π のときはこんな風になります。でオメガ T が2分の π のときはこう。今度はでん電波が0になって電解があ、これは電波じゃなくて、 電気回路なんで、電圧と電流でした。ごめんなさい。電圧がゼロになりますね。電圧がゼロで、その次の瞬間はまたこうで。これを繰り返すんですね。こういうふうに。時間とともに。この時間とともにですね。この時間が経つとこ、こうなって、こうなって、こうなって、こうなるて。で、一周しますよね。で、まあ、これ、なぜ進行波と、 なぜ、進行波と反射波があると経済波ができるかというと、これ、波の反射。例えば、これ、時間とともにですね、こう時間、時間発展していく様子ですね。オメガ T イコール0、4分の π、2分の π、4分の3。時間とともに、この右に、この山の位置ですね。山の位置は、時間とともに右方向に流れていますね。谷の位置も右の方向。で、あるところでこれが、これが1ラムだということですね。進行波の山と山の位置が1ラムだ。 でここにもし反射点があるとですね、ここに反射点があると、今、ここに今、反射点があると、そこからこういう反射波、青で示す反射波っていうのが現れてくると。反射波の位相はここでちょうど逆符号が反転するんで、これが反射波ですね。反射波が出てくると。でそれを重ね合わせたものが、まあ、反射波は、えー、と山の位置がですね左に進んでいきますね。 反射波はや山の位置が左に進んでいくでそれを重ね合わせたものがこの青と黒を足し合わせたものがこの赤の定罪波ということで,でこれは動いてませんよね定罪波は、えー、と例えばここが山でここが原であるしこの位置は常に節ですよねということでまあそういう波の反射ってそういうもんであの反射によって定罪波が あの進行波と行く波と戻ってくる波との干渉によって定罪波が、えー、起きるということが、まあ、ちょっと視覚的にお分かりいただけたかと思います。はい、それでですね、まあ、とにかく完全動態の中には電界、電磁波は侵入できないんで、この間のこの完全動態でですね、2つの完全動態で挟まれたような空間に存在する電、えー 電磁波はどう,などう表せるかっていう問題。でこういう共振器のことを平行平板共振器ですね z。z イコールゼロの面と z イコール L の面、2つの2枚の平行な面によって挟まれた共振器のことを平行平板共振器。これファブリペロ共振器と読みます。FP 共振器とかで、略して FP とかですね。 ファブリペロ名前ですね、ファブリさんとペロさんとですね、えー、名前です。このファブリ・ペロ共振で、完全導体による平行平面で挟まれた、この間にですね存在する電磁波はど,のどんな形、どんな顔をして、どんなモードをしてるかということです。でまあ、自由空間だったら、ですねどん,などんな形でも取り得るんですね。平面波、急面波、進行波。 進行波それからどあの、まあ、自由空間ではですね。で、波が、ところが狭い空間に閉じ込められると、もう自由な姿勢ではいられなくなる。まあ、人間でもそうですけども、広いグラウンドに、まあ、小さい子を放り出すと、まあ、走り回ったり寝転がったり、あのど好きな格好でみんな、あれですね、広い部屋では自由にめ。ところが、まあ、 あの満員電車の中に閉じ込められるともうつり革にぶら下がっているしかそういうポーズしか取れませんよね。ですからだんだんそのある束縛条件というか人間でもそうですけど狭い空間に閉じ込められるともう取り得る姿勢というのはそれをモードと言ってますけども電磁波ではまあ限られてくるという自由空間広いだラっぴ自由空間だったらどんなモードでも取り得るんですけども。 で簡単のために電磁場は、まあ、X 方向の電波、電波は X 方向の電波成分を有すると、まあ、そういう、あと制限波的に振動しているとするんですね。で、このかこ,こと面はこ完全動態なんで、ここからな完全動態の中には入り込めないでで,で、電波,、e e、電波の偏りは X 方向だって言いましたけども、その いつの瞬間においても常にこの完全動体ではどの,どの瞬間においてもゼロになるしかないんで、ならざるを得ないんで、この間の空間に存在する電磁波っていうのは、まあ、平面、この右側,右側,に,行く右側に行く波とそれから戻ってくる波ですね、マイナス Z 方向、これプラス Z 方向、右側に行く波とそれからマイナス Z 方向に行く波とのか2つの波との干渉によって、まあ、こういうふうに やっぱり定座波なんですね。この間に立つ波は、こういう、進行波と反射波の関心に、あの、関心に、定座波があった。で、ただし、この z イコール、この面とこの面で、ex が0とならないとダメですね。あの、完全導体には入る、接線成分0なんで。そうすると、これが、この定座波は何なんだけども、これが満たすべき条件、この x がですね、ここで0となるためにはこ、これに、 これがですね、これがですね、こういうふうには、この k がですね、この kz なんですけど、k が L 分の nπ っていう、ね、n は1、2、3で自然数。そういう、とびとびの,あの値しか取りえません。やっぱり n イコール1っていうのは、こんな関数ですね。ここで0ですね。で、その次にあり得るのは n イコール2っていうのは、こういうの、ここもやっぱり0ですね。で、その次は、 n イコール3と。これ、だんだん工事に行くに従って、この節の数が増えてくると。n イコール1っていうのは、この節の数がゼロですね。節が、ここ,こ,こに節があるで。n イコール2っていうとここに節があります。n イコール3っていうとここと、この2つ節があるで。まあそういうふうにふあの表すことができる。ちなみに、この k は、この k はこれですね。これですから、えー k イコールラムダ分の 2π なんですけれども、まあ、こういう関係がありますで。従って L は L、L は2分のラムダの整数倍あ、自然数倍ですね。この L がですね、半波長の整数倍っていう関係が満たされてますということですね。まあ、全部いっぺんに書くとこんな感じ。まあこれ3で止めてますけども、さらに上がもちろんありますよ。 4、5、6とずっと無限に続くわけですね。この取りえるモードは、モードの数は無限に存在するということです。で、こういう状態でですね、これをですね、今度横に、えー、ね寝せてですね、斜めに光を入れてやると、な光じゃないですね、これで、電磁波、斜めに入れてやるとですね、ここ完全動体、上下に完全動体の平行にサンドイッチされてるんで、ここで反射を繰り返しながら、伝播していく。 こういうのをです、ね、平行平板による銅波炉、スラブド波炉って、スラブって薄,板の薄い板のことをスラブってで、こういうのスラブなんですね。で、こういう平行平板による銅波炉、スラブによって挟まれたのをスラブハ波炉というふうに呼んでますね。で、こういういわゆる2つの完全導体によって挟まれた、サンドイッチされた空間に斜めに入射した電磁波は、この図のように上下の完全導体で前反射されながら、 あのえー、繰り返しながら伝播していくと。で従って、ですねこういうのを電磁波の導波炉として、これ導波炉、波を導くということで、導波炉として機能することが分かりますよね。これは共振器ですね。これ導波炉じゃなくて、こういう垂直に入れると、ですねこの間に光が空洞共振器ですね。ギャップにが共振器。この斜めに入れてやると、それが導波路として、スラブ導波炉として機能する。で完全動体表面での 電磁波に対する境界条件というのは、電波の接線成分がゼロでしたね。それから、放線成分 BN がゼロ完全動態表面での電磁,電,磁波に対電磁波に対する境界条件というのは、電波の接線成分がゼロおよび磁場の放線成分も,がもうゼロこの2つが満たされるということなんで。 でそこでですね、この、えー、導波炉をですね、真横から、この断面でちょっと見てやります。先ほどのこの導波炉ですね、この,この横方向から見た図がこれですね。わかりますよねこれ。これを横方向から見てやると。で、光,、えー、光じゃなくてで電波、電磁波をですね、斜めに入れてやると、まあ、上で反射されて、ここ完全、全反射なんで、こう反射する。ここも全反射なんで,で、ずーっとこういうふうに伝播していくのを。 平行平板による動波炉、スラブ動波炉というふうに呼んでますね。よろしいでしょうかね。そこで、完全導体による平行平板で挟まれたこのギャップですね。このギャップに入射角シータ、これが入射角ですね。斜め入射、入射角シータで斜めに入射した電磁波は、この図に示すように、まあ、ジグザグに上下の完全導体で 反射されながら、このジグザグに伝播していくと、まあ、こういうピクチャーお分かり、お分かりいただけますよね。で、この時ですね、ド波炉を伝播している電磁波の、ド波炉を伝播していく電,波電磁波の自由空間での波,、えー、波数を K0 とします、ね。これ、入り込む電磁波には波数がありますよね。その波数が斜めにななんだけども、この波数を K0 としますと、K0 っていうのは斜め方向なんで、 こちら方向の入った、入る直、る直手前の波数を K0。入った直後も K0 なんですけども、この波数、波数ベクトル、これ、こ,れこの K0、自由空間での波数を、銅波論の中ではですね、この銅波論に沿った方向、進行方向と垂直方向に、このベクトルで分解してやる,やると、この進行方向の波数は KG、つまり、 k 0コーサインシーターですね。進行方向、電波方向ですね。電磁波の方向の波数、KG は、k 0かけるコーサインシーター。一方、電波方向に垂直方向の波数を、KT、トランスバースという意味で、KT とします。進行方向は、KG、ガイデッドっていう、同波,同波方向なんでガイド、ガイドですね。ガイデッドっていうことで、KG とします。トランスバースの方向は k、KT。 T としますで、kt は当然サインシータですね。k 0 s ー n θ k 0サインシータ。まあ、こういうふうに表されるんで、でさらにあと k0 は2つのベクトルの合成ですよと。あですから、k0 の事情イコール、この事情はこれの二乗プラスこれの事情ということですよね。あと、まあ、こういう関係はもちろん成り立っていると。で、まあ、この d は同波間のギャップ、この、あ同波間っていうか、この完全導体内のギャップ か距離を、この感覚のことを D とします。まあとから出てきますかね。ここまではよろしいですかね。ここでですね、でそうするとですね、それぞれの波長と波長との関係は、K とラムダとの関係はこういう普遍的な関係、K イコールラムダ分の 2π という関係があったんで、先ほどのですね、 こ,れここに入れてやると、こ,のこれに入れてやると、自由空間での波長と、同、えー、波方向での波長と、トランスバース方向、横方向での波長との関係は、こういう関係にあります。でこのラムダ G っていうのは、この同波の中の電波方向の波数で、管内波長っていう言葉がありますね。ラムダロはさっきから出てきますが、自由空間での 波長のことですで例えばですねこの山のあの斜面の位置ですね山ならこう入ってきた人に山谷山谷っていうんですけど遠いそうですね山の位置に全部線を引きましたと,と山谷山谷山谷とかまあこういうふうに山谷山谷と書くとですねこういうふうに遠いそうで線が引きますねこれ反射されるとこのこういうふうに山谷山谷これ山の面ですね山の面は全部こういうふうに表す。 そうするとですね、これが波長、自由空間での波長ですね。この入った波長が薄い。で、ラムダ G というのはこういう長さになります。これがラムダ G。進行方向の山と谷の位置。で、一方、トランスバス方向のですね、ラムダ T 波長というのはですね、こんなに間延びした波長になるんですね。こことここですよね。ここが山の位置。ここも山の位置。まあ、谷でもいいんですけど、こんなにトランスバス方向はこんなに間延びした。 サイズになります、まあ、それを表しているのがこれですけど。そうするとですね、同波炉であとで,ですね、この同、ねえー、波炉がですね、電磁波がこの同波炉を電波する、それが許されるにはですね、どんな、何でもかんでもこれ、電波できるということじゃなくてですね、ある条件を満たしたときのみ電波可能、その条件とは何かというと、この電波方向と垂直方向ですね。 この垂直方向に対して、定在波の条件、こういうですね、定在波条件、つまりこ、こちらの波数ですね、垂直トランスバース方向の波数を KT とすると、KT がですね、1往復する。KT の波数で1往復、つまり 2D という距離を伝播したときに、位相回転がですね、2π の整数倍になったときが、え、ー つまり、一覧、一回転、この進行方向に垂直方向に行って戻ってきたときに、位相がですね、2π の整数倍、まあ自然数倍ですね、自然数倍になったときにあの、それが、そういう定在波の条件、定在波条件を満たされたときに、伝播可能ですということです。すなわち、ラムダ T、トランスバース方向の、この関係からですね、トランスバース方向の波数が9、9はこれ自然数で、 123って無限に続くんですけども、こういう関係が満たされたときに、この定在波が、定在波条件が成立して、で、えー、伝波可能なモードということになります。で、このモードはですね、飛び飛び、123って、まあ、無限に続くんですけども、連続、決して連続的ではなくて、飛び飛びの値になります。で、ちなみに Q イコール1の時の定在波はこうで、まあ、中心に一番強い、 部分が、振幅の大きい部分があって、両端ではゼロですよね。で、9イコル2の時は、中心は必ずしも強くない、中心は節なんで、電解はほとんど弱いんで、ゼロなんですね。その両側にですね、上と下にあの、プラスとマイナスっていう関係で、えー、電解の強いところが現れると。で、9イコル3は、9イコル3の時は節が2つあるんですけども、真ん中は強いですね。 腹なんで強いですけどもその両端にさらに腹が2つある全部で腹が3つあるというこういう姿勢で電磁波っていうのは伝播するとで9イコール1の時がこれ九イコール一の時が伝播することが許される一番最低時ですねこれが最低時基本最低時でこれが工事モード工事モードって234とずっと無限に工事モードがあるんですけど一番 最低時のモード、まあ基本モード、ファンダメンタルモードとか基本モードとか言いましたが。一番次数の低いモードのことを最低時モード、まあ基本モードとか言っで、えー、それが満たすときは9が1なんで、9が1なんで、こういう関係が成り立ってる。これが最低時モードですね。で、この最低時モードではですね、波長ラムダゼロが長くなるに従って入射角度シータが大きくなるというのは、 この関係から分かりますね。Q イコール1のときの入射角シーターとラムダ0との関係は、こうなりますね。えー、Q イコール、まあ、こ,のこ,れこの関係が成り立ってますので、Q イコール、Q が1のときのですね、基本モードに対する、この入射角シーターと、それから、えーまあ、このギャップが d だったと時、ね、で入射波の波長とこのシーターの関係というのは、 こういう関係が満たされてるんで、えー、最低時モード9が1の最低時モードでは波長ラムダ0がこれが長くなるにつれて入射角がだんだんこれが大きくなってきますよねこれとこれはこの関係アークサインの関係ですからこれが大きくなってくるとシータがだんだん大きくなる入射角が大きくなる波長がえ長くなるに従ってこの入射角をこ,のこう傾けて入れないとダメですよという。 電播してくれませんよと、波長が長くなるに従って、波長が長くなるに従って、入射角を傾けて入れないとダメだめだと。ところが、ですねここ、これ、アークサインですからある、ある程度波長が長くなると、シーターがですね90度、直角に入れないとだめていうことになりますよね。そういう条件がある,ある波長に達すると、このシーターが2分の π、つまり、シーターが2分の π、直角になってしまうところがありますね。 ある波長でそうすると直角っていうかこれまだ直角じゃないですけども直角に入れるっていうことはそれってもうこんなジグザグで電播しないことですよね電播できませんよね直角に入れるっていうことはこれまだ直角じゃないんです、うん、まあ遅いけどもこう行ったり来たりしながら電播してきますこの A の場合でもこれが完全にシータが90度になっちゃったら2分の π になっちゃったら電磁波の電播方向への発数 Kg は ゼロになっちゃいます電波方ガイド方向の波数が0ロつまりガイド方向の波長が、波数が0ということは、波長が無限大なんで、もはや電磁波は、そういう状態っていうのは、電磁波は電波できませんと。こういう、あえて機械工学的に書くと、こういう状態ですね。そういう時状態のことをカットオフ、まあ、この電波ができなくなる。そういう状態のこのシータが2分の π の時き、もう電波しません。 したがって、伝播することが許される最も長い自由空間での波長、ラムダゼロをカットオフ波長って言いますね。ラムダ C と言います。これよりも長いともうダメ。あのモードが存在しません。これよりも短いところで伝播が可能なんですね。こういう関係。ちなみに、そのラムダ C と D との関係は、まあ、先ほどの、まあ、これから分かるかな。 えこれから分かると思いますけども、えー、ラムダ C イコール 2D という、Q イコール1のものに関して、こういう関係が成り立っていますとで。カットオフ波長、この遮断波長、カットオフ波長においては、つまり進行方向の波長、ガイド方向の波長は無限大だし、逆に逆に波数は0ですね。で、あとこういう関係が、トランスバース方向の波,長波数と、このカットオフ波長というのはイコールだし、 あと、こういう関係も成り立ってますよ、ということですね。ここまでよろしいですかね。一番まず、基本的の基本、スラブでに対して、スラブ同波炉に対して、まあそういう話。ここからですね、同波灌の話に入ってきますね。まあマイクロ波、えー、回路って昔もなり皆さんやってませんよね。私が学生の頃はまだマイクロ波って、同波灌を使った実験。 実験もやってたしもう今、た分、まあ、同波間見ることはあんまりないと思いますけども、放送局の中とかなんかではまだ使われてますけども、5G、6G になるとあの、基地局でも同波間使ってますね。あのミリ波になるんで、周波数が。さすがにミリ波になると、同時ケーブルが減衰が大きくてえ、今でも使ってますけども。 えとこれは銅波管の中の一つで、方形銅波管、この断面、切り口がですねこの方形、長方形、あ、他にも円形,円円形したものとかいろいろありますよね。こういうのを方形銅波管切,切り口が方形。で、これはですね、中空洞です、中は空洞で、この周りがですね、まあ、金属、まあ、理想的には完全胴体ですけども、まあ、あの実際にあ,のある。 導電のでこの内面にはですね、まあ、金かなんかコーティングしてますね。損失を減らすために金とか、まあ、損失の少ないあの,ものコーティングがされてますね。金メッキですね。でこういうのを銅波管という、まあ、電磁波、マイクロ波、特に周波数が高いミリ波の電装には、こういった中空の金属銅波管が用いられます。でこのような銅波管の中で電磁波がどういうふうに伝播するのかっていうのを これから扱います同波間の中での電磁場、電磁場が各周波数オメガで制限波的に時間変化する場合っていうのはどう表されますかと、この同波間の中で各周波数オメガで制限波振動する電磁波と、でこの同波間を座標で考えまず与えます。進行方向 同波間の長手方向を Z 方向に考えてで、横方向を Y 方向、上下方向を X 方向と、この XYZ ってこういう座標軸で取ると。で、同波間を Z 方向に電波乗数、この Z 方向の電波乗数をガンマとしますと、そうするとで、これ電気回路でもやったと思いますけども、この電気回路、これ電圧ですね、電圧が電圧振幅 V0×E の。 j オメガ t マイナスガンマー z と、これガンマは電波乗数ですね。こういうふうに表されましたね。でちなみにこのガンマは複素数で、アルファプラス j ベータと。アルファは減衰乗数ですね。e のマイナスァ z なんで、e のマイナスァ z なんで、アルファが大きいとちょっと z 行くだけで、指数関数的に減衰しちゃいますね。で、ベータはこの こち,らこちらとですね、虚部の方ですね、ベータは、これ、位相上数といってですね、こちらが、えーまあ、位相回転を表すと。で、これを波動方程式に、現場に関する波動方程式に代入してやると、まず EZ の Z 成分ですね、これをですね、ここに,ここに入れて解いてやると、EZ の Z 成分は、この波動方程式の Z 成分は、こう表されますね。この EZ の Z 成分だけ取ると、 これ、X の2回微分、Y の2回微分、Z の2回微分、あと時間に関する2回微分ですよね。で、C0 は、C0 は、これ、これはこうなるってこといいですよねあの。レポートでもやりましたけど、これはこうなるってこと。これ、自由空間中での高速度ですね。で、Z に関して2回微分してやると、このガンマが出ますね。これを Z に関して2回微分してやると、ガンマの事情っていうふうになって、あとこれを、 えー、時間に関して2回微分するとオメガの事情が出るんでこうでこういうふうに代入してやると波動方程式に代入してやると E の Z 成分っていうのはこう表されますでちなみに α が0無損失であると α が0で無損失だとガンマイコール Jβ 準拠数になりますので、えー、この、えー、関係式は、えー、ガンマは Jβ なんで、えー えー、ベータの事情かこ。これ、マイナスベータの事情ですね。マイナスのベータの事情っていうふうになります。ですから、それをですね、これをですね、これ、これはベー、マイナスベータの事情になっちゃうんで、この部分を KT と置きます、えー。トランスバース方向の発数、KT と置きますね。えー、こ,れこれがだから、ここから来てるわけですから、これがトランスバース方向の 波数で kt の事情というふうにまあ置いてある。これが電波方向に、電波方向に垂直な直行する方向ですね、垂直方向のこれ波数なんです,ですっていうことですね。この部分は垂直方向の波数を表しているということですね。で、同様にですね、今電波ですけども、磁波の方ですね、自波の方も同じ方程式に、同じ波の方程式、電波と磁波、電波。 でえっと、電化と磁界って同じ波動方程式に従いますので、全くこの HZ もです、ね、同じ形ですね。HZ もこの EZ とこれと同じ形になるっていうのは、もうや,やるまでもないですね。EZ と HZ は全く同じ形で別々の独立した微分方程式に従いますから、この2つの方程式を解くんですけども、電波に。 EZ に関してはこの方程式。で、地盤に関しては全くもう同じ形してますけども、この方程式で,で、それぞれに従うんですけども、ですから、そういう場合っていうのは、まず EZ が0で、HZ が0でないっていう解と、EZ、逆にですね、EZ が0でないけども、HZ が0でないっていう、その2つの解が独立に存在して、一般解っていうのはその重ね合わせ。 として表されるっていうことはよよろしいですよねこの2つの独立にあった式があるというか、一方はゼロでもう一方はゼロ z がロでないというか、この重ね合わせ、独立に存在するが、一般からその重ね合わせになるということも。で、ez がゼロで、hz がゼロでないという波のことを、電解成分がつまり ez がゼロっということは進行方向成分を持ちませんと。電波っていうのは進行方向に 垂直な成分しかないということですね。EZ が0ということは。一方、磁場はそうではないですよと。進,進行方向成分があるかもしれないということですね。そういう波のことを、うんえー、トランスバースエレクト、T 波って言ってますね。電波,電波がトランスバースということは、電波が進行方向成分を持たないということをトランスバースっていうふうに呼んでますで。トランスバースなのは電波なんで、電波がトランスバースなんで、 TE 波ですで。一方こちらはですね自、えーえー、波の方がトランスバースですね自波の方が進行方向成分もた、Z 方向成分を持たないっていうことは、えー、垂直進行方向と垂直なんでトランスバースなのは自波の方なんでマグネティックトラ,ンストランスバースなのはマグネティックの方法ですよっていうことで TM 波っていうふうに。 トランスバースマグネティック TM 波っていうふうに呼んでます。この2つのモードが、えー、存在します。トランスバースっていう意味は、まあ辞書で調べてもらえればいいいいかもしれませんけど、波の進行方向のベクトル成分を持たないっていうことをトランスバースっていうふうに呼んでます。でちなみにですね、KT が0の場合、先ほどのこの KT が0の場合っていうのは、こういう関係が成り立っちゃいます。 EZ も HZ もともにですね、電解の Z 成分も磁界の Z ですね、ともにゼロという。この場合は、エレクトリックもマグネティックもトランスバースなんで、電解も磁界もトランスバースなんで、TEM 波っていうふうに呼んでます。で、TEM 波のところっていうか、つまりどういうことかっていうと、TE がゼロなんで、これがゼロですね、これがゼロトランスバースの波数が 0っていうことは、これが0です。これイコールこれっていう関係になっちゃいますね。その場合は、β はプラスマイナス C 分のオメガ。っていうことで、z 方向に光の速度で、高速で伝播する電磁波っていうことは言います。ただし、ただしですね、この方形同波間でこういうモードはないです。方形同波間でトランス TEM 波っていうモードはなくて、こういう TEM 波が伝播するのは、同軸ケーブルとかですね、 レヘル線って皆さんあんまり聞いたことないと思いますけど、昔のですね、はるか大昔の60年代、70年代のアナログテレビのアンテナからテレビに行くのに、この黒い平行フィーダーって言ってましたけどね、そういう同時ケーブルじゃない、同時ケーブルが使われる前の時代のアンテナとテレビを結んでる線のことをフィーダーって、テレビアンテナ線フィーダー、それ、そ,れその線なんか、まあ、見たことないと思いますけども。 2つの線が平行にこう走っている、ある一定の間隔で。同時ケーブルは同軸上ですよね。中心動体があって、周りに出線があるそういう線ではこの t m 波で伝播します。同波化の中では t m で伝播するモードはありません。でちなみに、ですね自由空間での平面波も t m 波ですね。自由空間を伝播する、無限にだらっぴどい空間を伝播する。 平面波っていうのは、電波は進行方向に垂直だし、地場も垂直ですよね。で、進行方向、右左の回す方向っていう。まあそれ、それもある意味の TEM 波、自由空間での平電波、平面波は TEM だけども、同波間では必ず TE か TM がどっちかになりますで。ちなみにですね、この同波間が無限に広い同波間。 その無限に広い極限あるいは波長がですね無,無限に短い極限超高周波で,ではこれに近づきますねつまりそれって自由空間なんですね波の気持ちからすると壁がですねあるんだけども同波間って一応ドーハ波間の中にいるんだけどものすごくで広いだらっ広い自由空間にも 壁天井とです、ね、横の壁がはるか向こう、それって波の気持ちからするとです、ね、自由空間と同じなんで、そういう状態っていうのは、T、TM に近づくんだけども、ただそれって本来あるべき同波管の使い方じゃないんで、同、まあ、波管は TM は電波、TM というモードはないというふうに思ってください。ここのどどっちかです、ねはい、そこでですすねねそじゃあううういうふうに 同波間を連発するかというこの断面の座標軸を取りますさっきと同じ座標軸ですけど床面を x イコール0天井を x イコール small a とで左側の壁を、えーまあ、進行方向は z ですねで左側の壁を y イコール0右側の壁を y イコール b と小文字の b としますそういうふうに座標軸を取って同波間の内壁を、えー、座標を取ってやると で電磁波に対する境界条件は、同波間の壁で接線成分0、何度も出てきますね。で、磁場の、電波の接線成分が0で、磁場の放線成分が0ですからきょ、まず境界条件では、x イコール0の、まず床面と天井の面、床面と天井の面で成り立つのは、こ,のこ,のこ,のこ,れこういう条件が成り立ってるんで。 Y 成分、接生成分って Y 成分と Z 成分ですね、電波に関しては。それはゼロで、あと地場の放線成分は、えー、X 成分がゼロと。一方、壁の面ですね。Y イコールゼロと Y イコール B の左と右の壁の面では、接生成分は X と Z ですよね。それがゼロで、放線成分が Y。これがゼロこういう境界条件が成り立ちます。で、HZ イコールゼロの、つまり、 これ何かっていうと、これ tm ですね。トランスバースなのは磁場の方なんで、ト,トランスバースマグネッこれについて考えると、さっきの ez に関する微分方程式の解っていうのは、いや、ez に関する微分方程式の解は、こういうふうに与えられますね。この境界条件を満たすのは、この境界条件を満たす形としては、動体壁 x イコールゼロと a で、それから、 この床と天井ですね、それから壁、左と右の壁で E の Z 成分がゼロこの壁ではですね、ゼロになる、なる接線成分 E の Z っていうのは常に接,これ接線成分、ゼロになるわけですから、これがですね、えー、満たす、この境界条件に従って満たす解っていうのは、こういう形を取らざるを得ないですね。でこの m と n は整数ですね。今度は整数です。m と n は整数負,負でもいいですね。0でもいい。負でもいい。あ、で、ただしですね、負は両同時に負になっちゃったらまずいですね。これ、m と n が同時に負になっちゃったと,と、m が0、n が0だと、これ0なんで、意味がない解に、Ez 0つまり意味がない解になっちゃうんで、これが0これが0同時、えー、あ、同時じゃなくて、どっちか1個でも0でだダメですね。 M と N が、これが成り立てないとダメで、共に0はダメですけども、どっちか1個でも0であってはダメですね。で、それ以外だったら、あとこの M と N は正でも負でもいいし、整数を取ってください。整数をの値を取れるということで、この KT が満たすべき、えー、値、KT はこれですけどこれが満たすべき値というのは、こういう、ここ,こ,こが KT ですね。 これが、これ KTX ですね。これトランスバース方向ですから。これ KXX プラス KY。これがトランスバースの KT の事情ですね。それが満たすべき M と N の組み合わせっていうのは、もうこれ理算的にとびとびでこうしかないんですね。M は整数なんだけども、この組み合わせはダメですよと。共に、えー、どちらか一方がゼロっていうこともダメですと。ということで、 この前の式で整数 m と n がいろんな値を取ればそれに対応する電磁波のモードつまり m と n がいろんな姿勢を取りながら、えー、いろんな形で電波モードっていう、まあ、いろんな形で電波できるんでその電波可能なモードにですね姿勢に名前が付いてます。tm であれば tm モードであれば tmnm が111とかですね12とかですね Tm 波であれば、この m と n に対応して、例えば tm12 モードとか、21とか31とかですね、そういうふうに表すんですね。で、同波間の中を電磁波が無損失で伝播するときには、この減衰係数で0でなければならないんで、でまあ、同波間の中をちゃんと伝播するために、これが0ですから、ガンマは準拠数で、伝播乗数は準拠数でしたよね。ですから、まあ、こういう関係、ガンマは準拠数ですから、 Jβ というふうになるんで Ez はまあこういうふうになる。もしこれが α が0でロじゃなかったらこれ行くし、Z 方向に電るに従ってだんだん小さく減衰しちゃうんで、えー、従って Z 方向に電播する電磁波が存在するためには電播乗数 β、えー、ーが値を持って α が0で値を持つ。つまりまあこういう関係を満たさなければなりませんよということですね。 で、えっと、一方、ベータが0の時にはですね、ベータが0だと、このベータが0だと、えー、電磁波は伝播しなくなってしまいますね。先ほどと同じ、電波乗数が0っていうのは、電、えー、伝波、もはや伝播できない。で、この時のオメガっていうのは、ベータが0にない時のオメガっていうのは、こういう関係、今日カットオフ周波数、遮断周波数といって、 これをカットオフ条件、こ,うこ,れをこの環境を満たすときをカットオフ条件っていう。で従ってそのカットオフ波長というのは、ラムダ C というのはこういうふうに表されますよね。まあ、先ほどの式からですね、ラムダ C、カットオフ波長というのはこう表されて、でこの A と B というのはモード番号で、えー、ただしこの,この組み合わせはないですよということです。 でラムダ C よりも、これにカットオフ波長、遮断周波長なんで、これよりも波長の短い電磁波しか伝播できない。長い方は全部カットオフになるんで、これよりも波長が短い、つまり波長が短いっていうことは逆に言うと周波数が高い電磁波しか伝播できませんということ。それがカットオフ、遮断周波数のと呼ばれる意味です。で、この最長の、じゃあその中で一番長い、あるいは周波数が一番低い 遮断周波数はいくらになるのかというふうに、まあ、ここからですね、この条件を満たして、一番これがですね、波長が長くなるものってどうですかっていうふうに、その組み合わせ、M と N の組み合わせを考えてください。これ簡単ですよね。この KC をですね、最小にするモード、つまり K が最,最大になる、つまり K が最小にする モードっていうのは、A が1で、B がもう1しかないですね。1、0とやりたいんですけども、だめですよね、これで。00は当然だめですけども、0、1とか10とかやりたいんですけども、この条件からだめですね。それは、だから一番、えー、KC が最初、つまりこれが最大になるっていうのは、1、1しか、1、1の場合ですね。で、つまり、これ、これがカットオフ。 一番最も長いカットフジでその時のモードの顔ってどんな顔してるかなってこの TM11 モードの断面で見た電磁界分布っていうのはまず電解はですね中心からこの放線状にこの広がってきます中心からですねでこのここには垂直に入ってますねこの完璧との間は放線成分接線成分は0ですからここ絵,絵で描くときにですねここ垂直に交わるようにしないと書かないとダメですね 必ず成,成分はゼロじゃない斜めに斜めにこういうふうに入るとありえないですね。こうこうとか、例えばこうとか、これはありえない、垂直に入らないんだで、それと、磁界、磁場は直行してますから、電波、磁場、進行方向と、電波,電波に関して必ず磁界は垂直,垂直してるんで、電波が方線こういう放線状だったら、これを取り巻くようなこの渦状に磁場がなるということですね。 で一方、T 波、ここではやりませんけども、T 波のカットオフ波長っていうのは、ラムダ C が 2B。T 波はですね、共に0っていうのはだめなんだけど、一方は0でも良くなります。なぜ,なぜそうなるかっていうのは、ちょっとちゃんと式を同意すればいい。ここではやりませんけども、まあ、演習問題としてやってみてください。でただしこのあの、このサイズですね、縦横比、横が長い場合、横が長い場合は、これ、この A のように、こっちが B で、こっちが A でしたよね。 その時が長い方でカットオフ波長が決まるということですね。縦に長かったら A、2A ですね。A の方で決まって、そっちが最小になるということですね。そこまでよろしいですか。ちょっとこの T 波の方はここではやってません。ただやると、ちゃんと、ま、さっきのように真面目に考えてこ,うこれを導くと、2B というふうに出てきますね。ただし、こういう代償関係が成り立っているか。 でちなみにですね、このオメガ分の、ベータ分のオメガのことを、位相速度、フェーズベロシティっていうふうに呼んでます。オメガ分のベータっていうのはこう表されるんですけども、でこれはですね、位相速度。これ、電気カードでもあの習ったこと思いますけども、位相速度と分速度とあってですね、この2つの区別してくださいね、位相速度と分速度。 でこの方形同波間において、ですね例えば TM11 のモードの分散関係を、オメガとベータの関係ですね、オメガとベータのこの TM11 モードに関する、オメガとベータの関係を図で書くと、オメガとベータの関係ってこういうふうになりますので、この、えー、横軸にベータ、横軸にベータを取って、縦軸にオメガを取ってこの、この図を描いてください。そうすするとですね ベ、えータが0のとき、ベータがゼロのときは、ベータが0だと、ルートオメガ C の事情ですがオメガ C、ここがカットオフ波長する。ベータが0っていうのは、それ以上、電播しないんで、電波しないんで、そこがカットオフ波長ですね。そこから、ベータが大きくなるに従って、こういうふうに、ずーっと、まあ、まあ、こんな関数でですね、増えていってでこの、この線に点線に全筋するんですね。点線に全筋。点線って何かっていうと、 これが位相速度。この傾きがですね、高速度なんですね。えー、この、で、えー、っと、このオメガシー、こ学こ遮断周波数。遮断周波数においては、この傾きが、ここの傾きがですね、ゼロになってしまう。d オメガ、d ベータがゼロでこの傾きのことを、群速度っていうふうにつまり、カットオフ波長では、群速度はゼロになりますと。で 群速度っていうのは物理的に意味は何かっていうと、群速度っていうのは実際にそのエネルギーとか波がですね、エネルギーとか情報を伝播する速度のこと、電磁波。電磁波に限らず音波でもいいんですけど、波動がですね、エネルギーとか情報を伝播するスピードのことを群速度と言います。まあ、例えば通信で信号にモジュレーションをかけたりと、変調をかけたりすると、その変調信号ですね、エンベロープが 伝播していく速度のことを群速度ところがですね、位相速度っていうのはこれとは違って、これ、あの群速度は d オメガ d ベータですけども、位相速度はベータ分のオメガなんですよね。微分じゃないんですね。で、それってこの傾きですよね。この,その各点とここ、原点を結ぶ傾きですよね。位相速度で。位相速度はですね、ここで無限大になっちゃいますね。この傾き。ちょっと加藤不周波数ではですね、 これ,これでこの傾きですから、無限大になっちゃいます。つまり、加藤不死話数では位相速度は無限大になってしまいます。で位相速度ってそういう意味で、これ、明らかに高速度を超えてますよね。この傾きが光の速度なんで、そこを超えてます。ということは、位相速度って物理的にあんまり意味がなくて、えっと、情報これ自体は情報とかエネルギー運んでないんで、別に相対論とは矛盾します。相対論はあの光の高速度を 超えるような情報とか高速度を超えてエネルギーとか情報を決して伝播できないと、今因果率に反してしまいますので、そんなことできたらですね。だからそれは群速度ですだから群速度はエネルギーとか情報を運びますけど、決して高速度を超えられないですね、光のスピード。ただ、位相速度はある意味言ってみれば言ってまい、位相速度って何かというと、 遠いそう面ですねあの、波のですね山なら山、谷なら谷が進むスピードのことです。ですから、それって高速度を超えることってあるんですね。その山とか谷の位置っていうのが、遠いそう面が光のスピードよりも早くあの進行するっていうのは何ら、あの壮大なんなら相対論とも矛盾しないしそれ、それがあったとしても相あの情報は運べないんで、えー、矛盾しませんし。 そんなことでこ,この例で分かるように、これ全部、このどの点でも位相速度は高速度を超えてます。ところが、群速度はこの傾きなんで、どんどん向行,って行くと高速度に近づいてきますけれども、どこまで行っても高速度を超えることはありえませんということですね。以上がですね、道派館の話で、最後残ってる時間15分ぐらいで、光の場合の話はちょっとあのしていきます。 光も基本的に同じですけど、レーザーの共振器とか,なんか、光共振器です。今までの話は、まあ、電磁波、一般的な話なんですけども、光の場合でもですね、この,、えー、この完全動体っていうのは鏡でいいんですね。完全動体による平行平板に存在することができる電磁波の波長は、理、まあ、散的でしたよね。で、こういうふうに飛び飛びの値で与えられたと。 平行平板によるファブリペル共振機によって,て、電磁場は量子化されてると、ある意味ですね。で、このような、えー、電磁場の、えー、取り方をモードというふうに呼んでて、Q はモード番号、これモード番号ですよね。まあさっきと同じです。で、光の場合は、まあレーザーのような場合に共振機がある、こういう、同じですけども、2枚の鏡を向き合わせて、これ,これをファブリペル共振機。 2枚の鏡を向き合わせて、ここの間を光が行ったり来たりする、これと同じですよね。光の場合は、完全胴体の代わりに2枚の平行平板、鏡によるファブリペル共振器を構成して、レーザーの光、レーザーの共振器なんかはこの2枚の鏡にサンドイッチされたところ、光を往復する間に、ここで増幅されて強くなって出てくるというのがレーザーですね。まあ、これ100じゃないんで、99. 何パーセントでか一部の光はここの光が強くなれば出てくる光も、えー、それに応じて強くなる、まあ、それがレーザーですね。の概略図。こうこれな波ですね。でここでやっぱり経済波条件を満たしていると,ということでファブリペル共振機の共振モードっていうのはこの2枚の鏡の間隔 L ででそこの間にこういう経済波が立つと。でこの経済光の波光長って、AS 普通のサイズからすると短いで、もうミクロ1ミクロン、サブミクロンですから、例えばこの L がですね、まあ10センチぐらいですね、10センチぐらいのサイズに比べると、定在波の数ってものすごく、一番数千から1万ぐらいの定在波が立ちますよね、そのぐらいのサイズです。共振器 L のファブリペル共振機内に立つ定在波のモード番号っていうのは、ものすごく、モード番号自体が数千から1万を超える。 サイズになあの大きさになるんですねそうするとですね、この光の波長との間の間隔にはこのもう、たくさんのモードが立つと、このモード番号が9の場合、9から1少ない場合、2少ない場合、で1多い場合、2多い場合と、あるモード番号に対してですね、こういうふうにとほぼ等間隔にかなりこうびっしり密,密にですね、モード番号に対してこの共振する波長が並ぶっていうのが、レーザーの場合、光の場合の共振。 この間隔ってどうやって表されますかっていうと 2L、この2つの鏡の間隔が長くなるとこの絵が詰まってくる、2L 分のラムナの事情ですから詰まってくる、まあ、そんなような絵ですねで。実際の半導体レーザーって、まあ、あのコンパクトディスクとか DVD なんかに使ってる半導体レーザーっていうと、このサイズがですね大体0.3ミリぐらいです。 0.3ミリという小さなサイズなんだけども、その中に低剤波って1000個ぐらい立ちますよ。光の波長はもうミクロンですから。で、えー、っとここの面と後ろの面がミラーになって、ここに光を導波する、こういう活性、導波炉が作られてて、こういうのを光通信とか、いろんなコンパクトディスクとか、ブルーレイとか、DVD とかに使っている半導体レーザーですね。 この発信波長間隔っていうのは、このこういう式で表されます。まあ、これは今ちょっと私、大学院の方でですね通信デバイス工学っていうのをやってて、まあ、そっちの方がメインなんで、まあ、大学院に進学される人は、えーまあ、そっち聞いていただいてもいいかもしれませんけども。で、光ファイバーもですね、あの光ファイバーを基本的にはそうドうハ波炉ですね、まあ、ガラスの、シリカガラスの銅波炉ですけども、 えと光ファイバーってこういう構造をしてます全部母体はです、ね、シリカガラスですねガラス石英ガラスなんですけども中心にですね、まあ、これ周りをクラッドって言います中心をコアって言いますけどもこういう普通常は円筒型をしてってですねコアの方がクラッドよりもわずかに屈折率が高いとこのスネルの全反射によってここに閉じる光が閉じ込められて伝搬すると。 でこの断面をですね、ちょっとこれ一、一時、自治はこの円筒型なんですけども、一次元でですね、これをちょっと考えます。これ、これ、厳密に扱うにはベッセル関数を使って扱えばいいんですけど、ちょっとベッセル関数は難しいですよね。で、一次元でこれを禁似してやります。こういうふうに、先ほどで出てきたスラブドーハロこ真ん中にブルーの部分がコア、わずかに屈折率が高いものを、 その両端、上下をです、ね、少し屈折率が小さい N2 というものでサンドイッチされているもの。ここにです、ね、スネルの法則、皆さん習いましたね。N1 と,という倍数と N2 という倍数が隔てられているところに斜めに入射すると、ここにスネルの法則に従って、これがスネルの法則ですね、屈折の法則に従って、こう屈折が起きると。で今、ですね N1 の上が例えば空気、下側がガラス。 とうとこういう関係で、この角度よりもこの角度って必ず小さくなるんですけども、スネルの方逆ですね、N1 が N2 よりも大きい、つまりこちら側がガラス、下側が空気のような、N、空気というと N1 ですから、ガラスとかですね、ガラスから空気に入る場合っていうと、このスネルの話とこういう関係が成り立っているんで。 入射角よりも屈折角の方が大きくなりますね。で、さらに入射角を深くしていくとどうなるかっていうと、こうなって、もっと深くすると、ここがですね、90度になっちゃうんですね。で、この時は、これ前反射でもう、もはやこれ90度っていうから、これ、伝播しないすべての、あこっちの倍数に,には屈折力項は存在しないってことを意味してて、すべてのパワーが光の。 が反射されるつまりこれ全反射なんですね。この時の角度のことを臨界角っていうふうによってこういう N1 と N2 で表されますで。つまり光ファイバーもこれスラブと同じですけどもある入射角の範囲内ではこの全反射を繰り返しながらこのコアの中をどこまででも伝播していくと。ただしこういう関係が成り立ってなければならないんで,でそういうのを光ファイバー。 の原理ですね電播可能な入射角のただしこの光が取り込める電播できる取り込める範囲には最大値があってですねこれを超えるとどうなるかというと突き抜けてしまいますねこれを超えて入れようとすると無理にここで全反射にならないんで放射モードクラドに突き抜けてこういうのを電播できません放射モードっていうでこの開,開口数のことを NA ニューメリカルアパーチャーって,ってこの最大値があるんですけども NA というので表されますね。のー c, c これを臨界角輪解ですね。というのがファイバーで、この,あの、まあえー、ファイバーもですね同じ、えー、光ファイバーも同じ、光のドアハロも基本的には同じですけども、まあ、このコアとクラッドの屈折率差が重要なパラメーターで、それを非屈折率差って言って、これが大きいと、コアとクラッドの屈折率のコントラストが大きいと、 閉じ込めが強くなるっていうことで、えー、まあ、ローハロが受け入れることのできる自己核っていうのは、えー、大きくなりますよって。ちょっとですね、まあ、光、まあ、あんまり時間がないんで、この辺のところはですね、多分、えー、量子エレクトロニクスって、矢坂先生かな今やってる、誰がやってるんですかね。そちらの方で聞いていると思います。まあ、このグーズ変遷シフトとかですね。まあ、その光って 通信工学とかですね、そっちの方で多分光ファイバーの話は聞くと思うんで、まあこれ光も私の講義、これ電磁気学の講義では光も同じ扱いでこうやってちゃんと計算できますよという。で、この同、えー、波の中を飛ぶモードっていうのはやっぱりこの進行方向に対して垂直方向に定在波条件が、ちょうど一周回った時に位相が 2π の整数倍っていう条件が あの成り立ってこれが一番ファンダメンタル基本モードで真ん中に節がある第 N=1 の工事第2工事モードでこれこれ,これはまあ節が3つでかな節が2つかな第3工長 n イコールの第3工事モでこれは一番基本モードなんでこういうシングルモードで伝播するファイバーが一番いいんですけども入社角との関係とかまあいろいろこの辺はその ファイバーの場合は少し複雑で、なぜ複雑かというと、このグース変遷シフトがあるんですね。同波間と違うのは、この壁にぶち当たったところで、位相が回るんですね。同波間はこれ、位相回転がなくて、このポイントで反射されるんですけど、光ってここでですね、有電体なんで、少し回り込んで反射されると。こういう回り込みがあるんで、ここで位相が回ってしまうんで、少しその分だけですね、これ、ーファイっていうのを足してるんですね。これ、グース変遷シフトって言います。 その分だけちょっと計算が、さっきの同波間よりは複雑になるんですけども、まあ、基本的には同じです。もう最後のスライドまで行くと、こういうふうにベータとオメガの関係が出てきて、えー、この V パラベータっていうのはこのファイバーで結構同波量で重要なんですけど、N イコール0っていう基本モードと N イコール工事モード、ここでカットオフになっちゃいますね。カットオフになっちゃう。で、基本モードに関してはカットオフが存在しなくて、<laughs> ま、ゼロから伝播しますよということですね。でちなみにこの傾きが群、えー、速度フェ、えー、グループベロシティに対応してて、えー、VG はラウンドオメガ、ラウンドベータですね。まあ、モードによって群速度の値は異なりまして、シングルモード、単一モードになる条件というのはこういうモードですで。ちなみにこの n イコール1ってこれが光の高速度なんで、 これがライトラインですよ。これよりも上に来ることって絶対ありえませんね。これよりも上に来ることとはありえない。ライトラインの上の領域っていうのは光の速度を超えてしまうんで、そこに入ることだ。相対論が許さないということですね。ということで、まあちょっとあの、えー、後半のですね、光の部分は、まああのー、まあ、付録とか補足でいいです。他の講義を聞いていただければいいと思いますので。 まあ電磁キャブとしてはですね、マイクロ波のミリ、あの、同波間のところまでが本日の講義と思っていただければいいと思います。何か、えー、とご質問とかありますでしょうかね。なければ、まあ、これ、今日はこれで終わりにしたいと思います。まずちょっと録画を停止いたします。